水雷艇は水雷兵器を主兵装として19世紀後半に登場した小型艦艇。後には敵の水雷艇との交戦を任務に加えた駆逐艦に発展し、こちらに代替されていった。なお、水雷艇は外年期間を用いた排水量型の蒸気船であるのに対し、後に出現する魚雷艇は来年期間を用いた滑走線形のモーターボートで、 明確に異なる鑑定だが、英語のトープのボートという単語そのものには、そのような区別がないため、日本語に訳出する際に混同される場合もある。小型艇を持って敵の大艦を攻撃するという海戦術は、古来から広く実施されてきた。例えば、小船時代の海戦戦術の一つとして、各種総裁帝に強襲隊員を配印し、オールで構想して、敵の根拠地内に突入して、 敵の停泊艦隊を強襲することが行われた。しかしこれらの強襲作戦は基本的に異常攻撃を前提としたものであり、大型艇にはカロネード砲を搭載することもあったとはいえ、これも対艦兵器というよりは火力支援用としての性格が強かった。その後、水雷兵器が発達すると小型艇でも敵の大艦を撃破し得る可能性が見出されるようになった。 初めて攻撃的に用いられた水雷兵器が外装水雷で小型艇の艇首から長い棒を前方に突き出し、その先端に触発進管付きの爆薬を取り付けたものであった。これは南北戦争で実戦投入され、1864年10月には合衆国海軍のウィリアム・クッシング海尉が指揮する小型ボートがプリマス港に侵入して停泊していた。 連合国海軍の総甲艦、アルバマールを外装水雷で攻撃、撃沈するという戦果を挙げているが、ボー,オートも爆発の余波で沈没した。また同年には、逆に連合国海軍の潜水艇、HL ハンリーが、やはり外装水雷を用いて合衆国海軍のスループ、フーサトニックを撃沈したが、やはり自艇も爆発に巻き込まれて沈没した。このように、 外装水雷は攻撃的に用いることが可能ではあったが、ほとんど敵艦と弦を接するまでに空白する必要があり、攻撃側から見ても危険極まりない戦法であった。世界初の近代的な水雷艇とされるのが、1873年にイギリスのソーニクロフト社が、ノルウェー海軍の注文により建造したもので、排水量7.5トン、速力15ノット、変装としては、 栄光水雷を装備した。これはロープで水雷を栄光して、敵艦の前地を横断し、敵艦の進路上に水雷が来るようにするものであった。これと前後して、攻撃用水雷の決定版として登場したのが、自走水雷であった。まず1865年、オーストリア・ハンガリー帝国海軍のジョバンニルピス海佐によって発送され、1868年には、同国の冬メで、 白洋機関工場を経営していたイギリス人技術者であるロバート・ホワイト・ヘッドによって実用化された。1869年からはイギリス海軍による試験も開始され、1877年には実戦にも投入された。これはイギリス海軍の装甲蒸気、フリゲート・シャーがペルー反乱軍の装甲艦、ワスカルに対して発射したものであったが、 この時は命中しなかった。その後、ロト戦争中の1878年1月14日、ロシア帝国海軍のステパン・マカロフ隊員が指揮する、水雷帝母艦、コンスタンチン大公から発信した、関西水雷帝2隻が、オスマン帝国海軍の砲艦、インキバフを襲撃、ホワイトヘッド式魚雷によって、これを撃沈したことで、史上初の魚雷による戦火が記録された。 そして1879年、イギリス海軍では、外装水雷を主兵装とする水雷艇として建造していた、ライトニングの艦首に、魚雷発射艦を装備して、魚雷を装備した水雷艇の講師となった。当時、重砲でも大型の装甲艦を撃破することは、難しかったのに対し、魚雷を用いれば、安価な小型艇であってもこれを撃破し得ることから、 1880年代には、各国海軍は競って水雷艇を建造した。高揚性、航続距離の向上や、兵装の拡充のために水雷艇は、大型化の道をたどっていき、蒸気のライトニングは、排水量27トンであったのに対し、100トン級の大型艇も出現した。また同時に、船体と機関の軽量化、特にコンパクトなボイラーと手機の開発によって、 速力の向上も図られていった。強制通風装置付きの機関車型ボイラーや水管ボイラーの採用によって蒸気発生量が増大し、1890年代には20ノット以上の水雷艇が多く登場していた。例えば、イギリス海軍の1892の93年度計画でヤーロー社が建造した140フィート型水雷艇は、 排水量105トンで23.5ノットの速力を発揮することができた。このような水雷艇の進化を背景として、1880年代のフランス海軍では、巨雷の攻撃力を重視した青年学派と呼ばれる海軍戦術の研究グループが台頭していた。これを受けて、1881年、フランス共和国議会会員は、 装甲戦艦の建造を中断する代わりに七十隻の水雷艇の建造予算を認可し、八百八十六年には、さらに百隻の水雷艇と十四隻の高速巡洋艦が加わった。イギリス海軍にとって、これはフランス海軍が外洋での作戦は高速巡洋艦による通称破壊戦に、そして近海での作戦は敏少な水雷艇を重視するように切り替えたことを、 意味するように思われた。また世界的に見ても、1890年末の時点で、7つの大海軍国の合計800隻以上の水雷艇があったが、1896年末の時点では、同じ7カ国だけでも1200隻以上に増加していた。日清戦争中の1895年には、異海への戦いにおいて、初の大規模な魚雷攻撃が実施され、 二番にわたって、延べ十五隻の水雷艇が投入された攻撃作戦によって四隻の艦船が撃沈されて、北洋艦隊は実質的に止めを刺された。このように、水雷艇が普及、対等するのに伴って、それらの襲撃から主力艦を防護する必要が生じた。その任に当てるため、まず1880年代後半より、水雷巡洋艦をもとに、 小型、高速化を図った、水雷砲艦が登場した。しかしこれは、外洋での高揚性が十分でなく、また小型の艦に大出力の機関を搭載するため、振動などのトラブルが耐えなかった。一方、敵の水雷艇の攻撃を防ぐには、より大型、強力な水雷艇をもってするのが、効果的であるという考え方で登場したのが、 水雷艇駆逐艦であり、イギリス海軍の1892年度計画で建造されたハボックとデアリングが端所となった。これらは当時のいかなる水雷艇よりも大型、強力であり、かつ高速であった。水雷艇駆逐艦は後には単に駆逐艦と呼ばれるようになり、たちまち世界各国に普及していった。蒸気のように水雷艇自体が大型化。 兵装強化を施行していたこともあって、駆逐艦はその上位互換として、1900年代には、単に水雷艇を駆逐するだけでなくそれ自体が、敵艦隊への水雷襲撃を行うほか、潜水艦に対する攻撃や偵察、紹戒、機雷掃海など、多岐にわたる任務に告示される、便利な艦種に成長しており、これに伴って、従来の水雷艇は、次第に建造されなくなっていった。 例えば大日本帝国海軍では1898年制定の類別等級では駆逐艦を駆逐艇として水雷艇の一部に分類していたが1900年には水雷艇から分離して駆逐艦と解消し水雷艇の建造は1904年春高の旧石が長尾となりまたこれらも1923年末ですべて除籍されて種別そのものも廃止された ただし独行前提とした水雷艇が建造されなくなった後でも戦艦や装甲巡洋艦などに搭載される関西水雷艇には小型魚雷発射艦を装備したものもあり、小艇の持つ戦術的価値についての認識は残っていた。日本海軍でも昭和期に入ってからも関西水雷艇の搭載、運用は継続されていたが、形態としては 関西水雷艇のものを踏襲していたとはいえ、実質的にはピケットボートや交通艇としての役割を担っており、水雷艇としての機能はなかった。一方、イギリス海軍は第一次世界大戦においてモーターボートを関西水雷艇のように運用することを着想し、まもなく CMB として、独行による沿岸域での水雷襲撃も行うようになって、 魚雷艇の端緒となった。蒸気のように、フランス海軍は早くから水雷艇に着目してきたが、その分だけ駆逐艦への移行が遅れ、第一次世界大戦時にも水雷艇が依然として多く残っていた。その後、大戦後の水雷戦力の再構築にあたっては、他国の駆逐艦に相当する艦隊水雷艇と、これよりも一回り大きく軽巡洋艦に近い、 運用を想定した水雷艇駆逐艦とが並行して整備されていくことになり、1922年度計画で、それぞれブーラスク級及びシャカル級として建造を開始した。一方、バイマル共和制下のドイツでは、名ベ級を端緒として駆逐艦の整備を再開したが、ベルサイユ条約による軍備制限のために小型で余裕がない艦しか保有することができず、部内分類としては、 水雷艇と称されていた。その後、軍備制限の破棄を前提に、上記のフランス海軍の大型駆逐艦に対抗できる有力艦として建造された Z1 型駆逐艦が1937年に収益すると、これらの小型駆逐艦は正式に水雷艇に類別変更された。ただしこのように大型の駆逐艦が建造されるようになった後でも、これらを保管する。 沿岸用駆逐艦としての水雷艇の建造も継続されており t 二十二型水雷艇では基準排水量千二百九十七トンまで大型化した。大日本帝国海軍では九百三十年のロンドン海軍条約によって駆逐艦の保有制限を受けたことから条約制限外の小型艦によって駆逐艦の任務を代替させることを構想し上記のように 大正時代に廃止していた水雷艇の類別を復活させて、千鳥型を端緒として建造を開始した。これは600トン未満の排水量で1000トン型宅地艦に準ずる性能を実現しようとした野心的な設計であったが、いずれも極端なトップヘビーに陥って、ともつる事件に代表される転覆事故などを起こしており、同軍宿条約から脱退して、 無条約時代に入ると昭和9年度計画で建造された広し型を長尾として水雷艇は建造されなくなった。大陸ヨーロッパでも日本と同じように制限外艦艇としての水雷艇に着目した国があり、フランス海軍はラメルポメヌ級、イタリア王立海軍はスピカ級を建造した。またスピカ級のうち第二次世界大戦を生き延びた艦は、 イタリア共和国憲法体制下のイタリア海軍でも最終駅して1950年から1952年にかけて高速コルベットとして改修されており、北大西洋条約機構のペナントナンバーとしてはフリーゲートとして扱われた。ありがとうございます。